training program is the Japanese language training program. It is a very useful and valuable for our student. 車の開発、船の設計、鉄を作る機械の設計などいろいろな設計をしております。一人でも多くの学生さんに身につけてもらいたいと思います。皆さんはじめまして、日本の暮らし設計から来た佐伯と申します。今日はよろしくお願いいたします。アロエミガラバ。まず本日このような開会式ができたことに対して、テクニカルユニバーシティマンダレーの、新総学長、ただ単に日本語を勉強するだけではなくて、そこから技術を身につけて、そして働くところまで、そこまで一連をですね、ぜひ我々サポートさせていただきたいと思っています。で、今回この、ソリッドワークス授業を開講することによって、その就職の部分をサポートできる、とても意義のある、セミナーになると思っております。 We are really appreciative to Humaira Civil Department for introducing SOLIDWORKS program with Japan Science Consulting Company Limited. ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကြည်ဆက်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညတော့တော့ပါပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလားတော့မက日本の人
業者メーカー向けに車のどういうふうに作るかという開発の設計を待っています。ジノリアジャパンイエリーパンホームに時間かけよ、ジャパンカーリピでトヨタ、ホンダ、ススキレファジャニッサン他们透露不严重，罗德斯坦的材料不会随便乱来。6月からですね、この大学では日本語の授業をスタートさせたんですけれども、まあ、日本語だけではなくです、ね、やはり目的は日本の会社で働くということが目的にしています。そうしますと、まあ、日本語だけではなくて、やはり技術のところが大切になってきます。その点で、こちらのですね、3D キャドですね、ソリッドワークスが一般的でいうのでそれで、ここでですね、技術のところを身につけて、日本語と、技術両方を身につけて、そして、日本の会社で、ぜひ活躍してほしいと思って、このクラスを設立いたしました。我々の方はですね、まずは機材の方ですね、パソコンであったりとか、あとソリッドワークスっていうのは、まあ、海外の、ソフトウェアですけれども、これをきちっとライセンスを取って、ミャンマーで行いますので、我々はそういったものを提供させていただきます。こういったインターネットの備品であるとかですね。で、豊橋さん、豊橋設計様の方にはそういう方針を担当していただいています。でまた、我々の方はそこからですね、終了した学生たちのためにですね、就職の支援というのを JSAP の方向にしておりますので、就職先もですね、ぜひ我々の方でご紹介させていただいて、就職に。ミャンマーの優秀な方はたくさん、おられているので、ぜひ我々は、
で、日本もですね、日本国内もこういったエンジニアが非常にこう少なくなっています。で、やはりミャンマーの方でですね、そういった技術を学びたい、そして日本の企業は、そういったエンジニアを探しているというところのこう架け橋に我々はなれると思っておりますので、ぜひ、多くのミャンマーが技術を学び、そして、日本の会社もしくは企業でですね、活躍しているのを期待しております。네맞습니다저희투전에잠도잠나투전에뜨냐시미냐루에시제이투전에이고재판하게마서대양호이진이야투전에이진이야시예모로가되시네가장으로재판하게마로에게이진이야리네네맞지마투전에잠도잠나이고셋째비례방문자리네지금으로선도하지마가장으로네맞습니다